これからお絵かきガイドを始めます。今回はマヌルネコです。まずは顔を描いていきましょう。マヌルネコの顔はちょっと横長の四角っぽい形をしています。鼻を描いて口元を描きます。目は大きめにちょっとキリッと描きましょう。クリクリッと瞳を描いて、目の下にはラインがあることが多いです。目の下のラインと2本のしっかりしたラインを描きましょう。そしたらおでこに点々点があります。耳は横についてます。上じゃないよ、横だよ。体を描いて、前足描いて、ちょっと丸まった体を描いて、そして太めの尻尾を描きます。尻尾の先は黒く塗りましょう。しっかり黒い部分がありますよ。しましまもついてます。マヌルネコによっては足の方にもしまがありますよ。次に体の色を塗っていきましょう。マヌルネコは灰色、グレーの部分が多いですね。耳のところをグレーに塗って、はい、そしたらおでこや頭の方をグレーに塗っていきましょう。おでこの点々などはマヌルネコの個体によって数や位置が違います。見分ける特徴になると思います。濃いのがいたり、ちょっと細いのがいたり、やっぱりこれもマヌルネコによって色や太さが微妙に違います。口の周りなどは白っぽく残しておきましょう。全身もグレーに塗っていきます。時々胸の方が白いマヌルネコもいますから、いろんなマヌルネコの絵を描いてみましょう。クレヨンでもいいし、色鉛筆でも、絵の具でもいいですよ。尻尾のしましまも、4本や5本のがいたり、もっとたくさんしましまがあるのもあります。でも、先っぽは濃い黒です。で、あとおひげをピュンピュンと入れてあげて出来上がりです。どうですか？皆さんも描けそうですか？マヌルネコのお絵描きガイド、ぜひ楽しんでみてくださいね。